自界、または自覚とは、動物の耳のうち、外に張り出て飛び出している部分のこと、外耳の一部、音を集める機能のほか、動物によっては体温調節の機能などを担っている場合もある。なお、厳密な定義では耳には、磁界以外の部分も含まれているのだが、一般生活においては、磁界の部分を指して、耳と呼ぶことが多い。フェヌックは、 その独特な特大の磁界を使用して、過剰な熱を放射し、砂漠の砂の下に潜る、小さな獲物の音を増幅する。インパラにとって、磁界は音を集めるのに役立つ。動物の磁界の機能は、音を集め、入ってきた音に、スペクトル変換を行い、垂直転移のプロセスを可能にすることである。磁界は、ロートのような役割を果たして音を集め、音を増幅して、長官に導く。 ピンナから反射してくる音は、フィルタリングのプロセスを経て、周波数依存の振幅変調によって、音に方向性の情報が加えられる。種によっては、音を集める以外に、気分を伝えたり、熱を放射するといった機能もある。人の磁界は、頭部の左右に一体存在する。この部分は、主に軟骨と皮膚とでできている。しかし、耳たりの部分には、軟骨が存在しない。 なお、磁界の部分に存在する軟骨を磁界軟骨と呼ぶ。ここにはエラスチンが多く含まれており、これが磁界の形状を一定に保つのに役立っている。さて、人の磁界も他の動物の磁界と同様に収音器として役立っている。これは手を磁界の後ろに当てがってみれば音の聞こえが良くなることから、その効果を確かめることができる。 ただし、人の場合は磁界を動かすための筋肉群が退化しているため、磁界を意図的に動かして集音するということは事実上できない。稀に人でも磁界を動かすことができる個体もいるが、例えば猫のように聞きたい方向に磁界の向きを合わせるなどといった芸当は、人では到底不可能である。それから外児道が共鳴器となり、 共鳴する周波数付近の音の感度を上げていることは有名だが、人の磁界に存在するくぼみや溝も共鳴器となり、共鳴する音を増幅している。なお、人の磁界で共鳴する音の周波数は、人の外地道で共鳴する音よりも、さらに高い周波数である。ちなみに、磁界は外部に露出した部分なので、人の体の中でも等症になりやすい部分として知られている。 したがって、寒冷地では磁界を保護するための防寒具が用いられることもある。人の Y 染色体の問題によって発症する磁界の部分に毛が多くなる自戒多猛症というものも存在する。出典、ありがとうございます。